五百羅漢寺は東京都目黒区下目黒にある寺院。宗派はかつて大幕宗だったが、現在は浄土宗系の単立。三号は天温山。海岐は昌雲岩行。開山は鉄岩、道光。本尊は釈迦如来。三百体以上の羅漢像を祀っている。当初は本所も詰めにあり、徳川綱吉や吉宗は支援したが、埋め立て地にあったためか。 たびたび洪水に見舞われて衰退し、明治時代に目黒の現在地に移転した。なお、法人としての名称は宗教法人羅漢字であるが、境内の寺名表示、公式サイトやパンフレット等での表記は五百ら羅漢字となっているので本校では五百ら羅漢字の表記を用いる。葛飾北斎、富岳十六系のうち五百ら羅漢でらさ在像当時の五百ら羅漢像は、 廃期の昭雲岩行が独力で掘り上げたものである。昭雲は、京都の出身で、鉄岩版一彩経で知られる、大幕衆の僧、鉄岩道行に指示した。昭雲は、ある時、無全国の羅漢寺の五百羅漢石像を見て、自らも五百羅漢の像を作ることを発願した。上京四年、四十歳で、江戸に下校した昭雲は宅発で資金を集め、 独力で五百羅漢像など五百三十六体の群像を作る。ラカンの創建は、元禄八年のことで、将運が、回帰、死の鉄岩が解散と位置づけられている。当時のラカンは本所も詰めにあった。彫像は当初は五百三十六体あったが、近代以降、寺の衰退時に多くが失われ、ラカン二百八十七体を含む三百五体が、現存している。 三大十字の商船元歴は、羅漢寺中高の外されており、彼の時代に大伽藍が整備された。商船は、聖徳三年に羅漢寺十字となり、本殿、東西羅漢堂、山荘堂などからなる大伽藍を、教法十一年までに建立している。山荘堂は、江戸時代には珍しかった山荘の建物で、西国三十三所、万道三十三箇所、 秩父十四箇所の百花寺の観音を祀ったことから百観音ともいい、その得意な構造からサザイ道とも呼ばれた。建物内部は螺旋構造の通路が巡り、上りの通路と下りの通路は交差せず一方通行となっていた。山荘にはバルコニーのような見晴らし台があった。この建物の様子は葛飾北斎が代表作、 富岳十六系の中の五百羅漢寺佐在道で描いているほか、歌川広重、北尾重政などの浮世絵師も題材にしている。正雲岩行の増流した五百羅漢像は、本殿とその左右の回路上の東西羅漢道に安置され、三景人が一方通行の通路を通って、すべての羅漢像を参拝できるよう工夫がされていた。 江戸名所図絵などの絵画資料を見ると、参拝用の通路はゆっくり参拝する人たちのための板張りの通路と、旅人が土足のままでも参拝できる通路とに分かれ、それぞれの通路が交差しないようになっていた。安政2年の安政の大地震では、東西羅漢堂道が倒壊するなどの大被害を受けた。明治以降寺は衰退し、明治20年には本所緑町に移転。 さらに明治41年末に現在地の目黒へ再移転した。この間、明治23年には、チベット探検で知られる川口医会が、当時に住している。その後、寺は、矛盾となった時期もあり荒廃していたが、昭和13年、安藤明翔にが入寺して、第二次大戦前後の困難な時代に寺を維持した。安藤明翔には、新橋の芸者出身で、 芸者時代の名を、おこいと言い、総理大臣、桂太郎の愛称として知られたが、後に仏門に入った。本堂脇にある、おこい観音は彼女にちなむものである。漢寿、日高総瓶の尽力によって500倉漢字の境内が、整備され、近代的なビルに生まれ変わったのは、昭和56年のことである。現住職は、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画、 国立小栗坂から原作者にして、住職の佐山哲郎の息子、佐山拓郎である。本堂境内は、比較的狭く大部分が近代的なビルになっている。坑道に面して、鉄筋コンクリート3階建てのビルが建ち、この中に事務所、書院、聖宝殿などのほか、目黒霊廟がある。聖宝殿には、時報や歴史資料が展示されている。屋上には、 安永三年名の盆昇がある。蒸気ビルの右脇に本堂へ登る階段がある。階段右手には飲食店の羅漢邸と羅漢茶屋があり、階段を登った先の右側には、この時系平面の羅漢堂、その先に本堂がある。本堂には、本尊者か三尊像を中心に羅漢像などが安置され、残りの羅漢像や悪夢を食うとされる爆王の像などは、 ラカンに安置されている。会期、小雲岩行が単独で掘り上げた群像で、ラカン像287体を含め305体が現存する。ラカン像は、造高80から90センチメートル前後の寄席作りで、角像の表情、ポーズなどは全て異なり、一般に仏教彫刻水帯器とされる、江戸時代における代表的作品とされる。 305体のうち11体は、寺街へ集奪していたものが、昭和27年に発見され、昭和45年に所有者の東急不動産から返還されたものである。また、世田谷区下馬の世田谷山観音寺には、500羅漢寺から流出した羅漢像9体が所蔵されている。東京都目黒区下目黒3から20から11。 北緯35度37分44.1秒。統計139度42分33.1秒。北緯35.628917度統計139.709194度。35.628917、139.709194。ABCDA 度名所税百二十七、p 十四、都営地下鉄新宿線西大島駅近くの九十一 ラカンという寺があるが、500ラカンと直接の関係はない。佐山拓郎のツイート2019年2月なの日。ありがとうございます。